リン、トップフォトバルは、ノルウェーの首都オスロに、本拠地を置くスキーオグフォトバルクルベンリンの、サッカークラブでもある。ここの構成員は、サッカーや、ノルディックスキーの他オリエンテーリングに参加する者も、いる。クラブ名のリンとは、ノルウェー語で稲妻に由来する。2009年までは、ウレボールスタディオンで、ホームゲームを行っていた。2009年に、 エリテセリエン参加16クラブ仲裁会に終わった。翌2010年に一部リーグであるアデコリーガエンに降格することになったが、6月30日に近年の財政難であることを理由に破産宣告を受けてリーグ撤退した。1908年にノルウェーカップを制した時の写真。グスタフ・ボルゲン撮影1896年に創立され。 ノルウェーサッカー協会創設時の会員クラブである。2度のリーグ制覇、8度のノルウェーカップ制覇を果たしている。クラブの黄金時代は4度の国内タイトルと UEFA カップウィナーズカップ準々決勝、進出を果たした1960年代に遡ることになる。FK 林の支持層は伝統的に上流階級や中3階級に支持され、 一方同じオスロ市内に本拠地を構えるボレレンガは労働者階級に根強く支持されていると思われていた。オスロの社会、人口統計における東西格差は未だに残っているがサポーター間においては弱まりつつある。しかしながら、リンの支持基盤においてボレレンガ、ディールストロム、SK、スターベクといった他のオスロ都市圏のクラブと比べ東西格差は 比較的小さい。20世紀前半、多くのカップのタイトルを肩読したが、リーグタイトルの獲得に失敗した。にもかかわらず、ノルウェーのサッカーで一定の地位を持っていた。特に、ノルウェーが銅メダルを獲得した1936年のベルリンオリンピックには、アルネブルスタッド、オイビンド・ホルム戦、フレデリック・ホルン、マグナル・イサク戦、ヨルゲン・ユベ、 フリット・ヨフ・ウレベリの計6人が選出された。2004年のノルウェーカップ決勝戦でのサポーター集団バスチオニン1964年に一部リーグを初めて制し、1968年にはノルウェーカップとの2冠を果たすとともに UEFA カップウィナーズカップに進出した。1968年の2冠達成後は冬の時代に突入することになる。 1969年以降の20年間においては一部と二部を往復するエレベータークラブになってしまった。1990年代にはエリテセリエンとアデコリガエンを4回行き来した。それでも1994年にはノルウェーカップ決勝戦に進出し、モルデ FK に2から3で敗れ準優勝に終わる。1999年に ノルウェーの投資カートルブリネスタッドがクラブを買収、破産の危機から免れることとなる。翌2000年には、アデコリガエンを制し、エリテセリエンに復帰。2002年には、大型補強が功を奏し、シーズン当初から優勝争いを演じたものの3位に終わった。そのことが、冬の時代から抜け出したと言えよう。不幸にも、 指導者の雇用と解雇の激しい状態が次の年まで続き、2003年シーズンは会に低迷した。しかし2年間で5人も監督が変わる状況でテートル、ソルダルソンから引き継いだトミー・ベルン戦の努力のかあって降格を免れた。2004年シーズンはリーグ戦を6位でノルウェーカップ準優勝であったことから再生の1年となった。 リンオスロのサポーター集団バスチオニン2005年シーズンはピッチの内外でジナ都市であった。ユースチームが結果を出し始めトップチームではヘニングベルグが監督に就任しリーグ戦3位で終えた。さらに1968年にウレボールでホームゲームが行われてから初めてローゼンボリに勝利した上にアウェー戦でも異行を成し遂げた。4月 クラブを代表するナイジェリア人 MF ミケルジョン・オビがマンチェスター・ユナイテッドをと契約。管理ディレクターのモルガン・アンデルセンの声明によると、ノルウェーサッカー界において最大級の高額遺跡になったことを明らかにした。しかし結局、マンチェスター・ユナイテッドには行かず、チェルシーに遺跡した。この騒動で FIFA はクラブ側の過程が正しく行われていることを発表し、 チェルシーが1600万ポンドを支払い、マンチェスター・ユナイテッドには1200万ポンドを、リンには400万ポンドを受け取ることで合意した。2008年10月10日、チェルシーは公式ホームページ上で1600万ポンドの遺跡金を払わせるために、クラブと元管理ディレクターのモルガン・アンデルセンを相手取り、法的手続きに入った。原告のチェルシー側の言い分は、 元の遺跡契約が詐欺的不実告知によるものであると主張している。2007年、チネド・オバシを TSG1899 ホフェンハイムに500万ユーロで放出した。2009年はリーグ戦を2勝10分18敗の16チーム中16位となり、アデコリガエンに降格という期待外れな結果に終わった。2010年、 本拠地をビスレットスタディオンに移転。アデコリガエンでプレーするはずであった。しかし、同年4月イダルボルビク社とルード社が、財政危機からの救出をしようとするも失敗に終わる。6月30日に破産宣言をした。2010年6月30日の破産宣告後、リン、フォトボルとして6部オスロ地区リーグから出直すことになった。リンサポーターは以前と変わらず支持することを決めた。 新クラブ初の公式戦は8月11日にクリスチャン・サンドと対戦10から1で圧勝した。初のホームゲームとなった試合が行われた後にフログネル・スタディオンに2000人以上の観客が詰めかけ勝利の歓喜に酔いしれた。破産後に残ったのはエンドレフォトランドクヌー戦ただ一人だけであったが8月11日の試合には リンオスロ時代の英雄ステビンルストやヨーテッセムの姿もあった。この試合で10得点中6得点をクヌーセンが決めた。結果五分に昇格を決め、9月29日のリーグ最終節ではネソヤとのアウェーゲームで14から1と圧勝した。また、オスロ地区チャンピオンのハスレ・ローレンには定制にフを下した。2010年の結果を受け、翌シーズンからアデコリーガエン。 三部、四部、五部のどれかに所属することが決まった。リンは、アベコリガエンの参戦を希望したが、巨額の債務を抱えているため叶わなかった。10月27日にノルウェーサッカー協会は、四部、リーグオスロ地区に参戦することを確認した。11月20日、公式ホームページ上で一年で三部昇格を果たす、ために、フィンドブレド・オルセンを監督に後入れることを、 発表した。オルセンは短期間でチームをまとめなければならなかった。コーチとしての長い経験、広大なネットワーク、クラブ内で知名度があることから監督就任を依頼された理由である。チームはもっぱら若手ヤオスロ出身の選手を中心に組み直された。フォーメーションは4から2から3から1を採用している。 2011年シーズン開幕前の練習試合を6.7戦を終えた時点ではオスロシティ FC に敗れただけである。そして4月10日のリーグ開幕戦には1922人に観客が詰めかけロコモティブオスロに6-0で干渉した。5月16日のオブレボルホスル戦には2078人が詰めかけ10から0で勝利、クラブにとって祝すべき夜となった。 前半11戦すべての試合に勝ち、8月からの後半戦も無敗のまま全勝優勝でシーズンを締めくくった。2012年9月30日、本拠地フログネルスタディオンに詰めかけた2133人の観客の前で、ロンメダーレンイルに対し9から0で勝利し、オッドセンリーガエン昇格を手繰り寄せた。リンのホームユニフォームは、紅白のシャツに青いショーツである。 シャツのデザインは赤袖に赤、白、赤の垂直三分割に1ある。創設した年に二種類のユニフォームを持っていた。一つは青白横島のシャツに白いショーツ。もう一方は紅白横島のシャツに白いショーツである。少なくとも1906年まではこの組み合わせであったという。なぜ現在の赤、白、 赤の垂直三分割にしたかは正確にはわからない。ただ1908年のノルウェーカップに出場した際にはこのユニフォームであったとクラブ側は主張する。ストッキングは伝統的に赤である。白いストッキングを採用したこともたびたびあった。近年では1990年代初頭から2004年の間である。アウェー用ユニフォームはすべて青色の組み合わせで、 また過去に違う色を試したことがある。現在のクラブバッジは1900年に制定されたものを修正したものである。クラブ創立メンバーの一人であるレイフエリクセンによって決められた。紋章の左上にはサッカーボールを右下には一体のスキー板をかたどることでクラブの主要スポーツを表現している。クラブ名と創立年月日はティンクチャーの決まりに反し白地に 金文字で描かれていた。創立年月ピは異なった形式で描かれていた。それゆえに、バッジは1996年と2001年の2回、変えられた。現在は、白字に赤文字で、18輪96に変えられている。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。なし、ボサン、ガンナー、バカハウグ。 ウェガードリンエスルーアール、セグセルブコンコース。VG,http コロンスラッシュスラッシュ www.vg.nol スラッシュスポーツスラッシュ f o t b a l l スラッシュ norsk スラッシュ 1-divisjon スラッシュ artikkel.php アテッドイコール千万九千七百五十一二千十二年一月二十二日、閲覧。 1ポンドを206.25円と換算 http コロンスラッシュスラッシュ www.chelsefc.com a スラッシュページスラッシュ l a t e s t n e w s スラッシュ0 1268から 1418,058-00-html-http コロンスラッシュスラッシュ www.vg.nol スラッシュスポーツスラッシュ fotballe スラッシュ norsk スラッシュ 1-divisjon スラッシュ artikkel.php アテットイコール1000万9751ファッ、no. トボールの ライトニングサッカーアスウム f ーリンアンドロラグハット、リンファットボール、ノー、アプリック P、フルスタファーソック、VG、ノー、セ。NER リン EN パブリキウムスビナーハット、リンティルベークアイトップファットボールン。TV に、httpww.tv に、ノー、スポーツ、ファットボール、ノルスク。 リン・ティルベイク・アイ・トップ・ファット・ボール・マイナス388万 9261HTML2013 年4月8日閲覧。リンズ・ウェイ・ラグサン・ディバイジャン 2012LYNFOTBALL.net。2013年4月8日閲覧。アベラバル・ホスラ・トラック・ラゴット・フェム・ランダー・ FR、セソング・スラット。2011年10月26日閲覧。 スピーカー、の2011年10月26日閲覧。3、デブメインアブドレサンオスロファットボールクレッツ。ノージズファットボールファーバンド。2012年10月27日、閲覧。ファットボールファーバンド、ノージズ、シリファットボールブレディユートセッツティルネステアール。ファットボール、ノーノージズファットボールファーバンド。2021年5月5日、閲覧。 ありがとうございます。